私テスター買ってきたんですか。皆さんこんにちは、ちゃんたいです。パワープロ2017ペナント実況プレイ始めていきたいと思います。今回はドラゴンズの20回戦をお届けしていきます。はい、ということで残りペナントもいよいよ残り2試合になりましたね。なんといっても最大の注目はね、北野さん、大園さんによる、ホームラン王、打点王争いですね。残り2試合を残してなお、熾烈な争いを繰り広げています。ただね、もうこの残り2試合でね、すべてが決まるので、まあ、もちろん両者ともの打席ですね、なんとか、両者とも打てるようにね、もちろん頑張るんですけれども、もう本当に結果は神の溝知るというところになります。またそれ以外でも、まあ、その北野さんの 40-40 もね、含めて、まだ狙ってる個人記録ですね、残ってると思うんで、そちらのね、達成も頑張っていければいいかなと思ってます。はい。で、今日先発なんですけどね、もうちょっと決めました。はい。設楽さんでいきます。育成枠今回ね、設楽さんだったんですけど、一軍に登録するときに調子が絶好調だったことに気づいてですね、まあ、せっかくなんでもう投げさせようかなと思います。あ、ちょっと待ってくださいね。かりんさん、そっか、スタミナがないから、あ、じゃあ、レンカさん、中継ぎとして控えててもらいましょうか。あ、野手陣はまあ、普通、あ、でも梅沢さんの不調痛いなぁ。梅沢さん、ホームラン30本目標にしてるんですけど、ちょっと痛いっすね。いや、でもちょっと頑張るしかないなぁ、もう。外野。トコさん、ま、好調。でも前回使っ、ちょっとサイリンゴさん行ってみます？せっかくなんで。で、セカンド、あゆめさん不調か。あれ、山下さんってどうだったっけ？あ、ごめんなさい。あ、普通か。じゃあ、今日山下さんで行きましょうか。あ、でもこれでちょっと結構えぐい打線になりますね。2番、あ、じゃあ、下場さん2番にしようかな。あ、ちょっと待ってよ。これ、まあ、ちょっと冒頭でも言ったんですけど、この2人も本当に熾烈な争いしてますよね。ちょっとね、今、松村さん、打順上げようと思ったけど、これやっぱちょっとこの2人、打順動かしたくないな。うん。なんていうんですかね、こう、打順入れ替えたことによって、タイトル争いに、影響が出てしまうって可能性もあり得るじゃないですか。まあ、ホームランに関してはちょっとあれですけど、打点ってやっぱりこう、打順の巡り合わせの要素も結構あると思うんで、今回打順変えてから、変えたことによってってなると嫌なんで、今まで通りの打順でいきますね。はい、じゃあこれでいきましょう。ドラゴンズ小笠原投手ですね。2018年プロ野球シーズンも開幕しましたけど、開幕投手を、ね、務めたピッチャーですね。まあ、今後のドラゴンズを、ね、担っていく、まあ、ピッチャーになるんではないかなと個人的にも思ってますね。はい。まあ、左ですけどね、結構球速もあって、そして何といってもサークルチェンジですね。やっぱりこの球速からのこのまっすぐの、ね、まあ、早いまっすぐの後のサークルチェンジは結構緩急が、ああ、だから緩急丸も持ってますね。うん。これは気をつけないといけないボールですね。まあ、でもコントロールはあんまり良くない。で、速球中心持ってますね。よし、ここちょっと、どうしよう。設楽さんならね、このペナントヒットがないんで、ちょっとヒット打たせてあげたいですね。
いやー、ちゃった。あ、でもゲッツーにはならなかったですね。さあ、梅沢さんはもう欲しいな、ホームラン。どうかな。あー、惜しかった。厳しい。ダメだ。これ梅沢さん調子不調だから、もしかすると次の試合調子不調になってしまうって可能性も残ってますからね。なんとか今日1本でも打ちたいんですけど。さあ、そしてここ得点圏で北野さんですね。あー、ボールだ。まずまずの立ち上がりです。乃木この回無得点です。いやー、ちょっと今はね、打ちたかったですね。打った。お手元のセカンドゴロ。山下掴んだ。セカンドから一塁送球。これでワンアウト。よし、OK、もう初回完璧ですね。今日は無難な立ち上がりです。1回が終了しまして、乃木、2回の表、乃木攻撃に入ります。バッター、南九州の秘密兵器。まずは見送りました。第2球、投げた。ストライク。あ、厳しいコース結構来るな。うわー、ちょっちも手出なかった。ちょっと小笠原投手打ちにくいな。結構いいコースにズバズバ来られるけど、かなりきついっすね。やばい、マジでちょっと三振多すぎる。さんは打率3割に向けて、今3割5厘ですよね。だから残り2試合で3割5厘だから、多分あとヒット2本打てれば絶対3割を切ることはないと思います。絶対はないですけどね。その打席数にもよりますけど、あと2試合でどんだけね。まあ普通に考えれば1試合、まあ、5打席だとしても、うん、とヒット2本打てればね、多分大丈夫だと思います。まあ、もしかしたら1本でも大丈夫かもしれないですけどね。うん、設楽さんいいですね。うまく打たせて、なんかテンポがかなりいいですね。よっしゃー。さあ、これちょっと投手主戦になりそうな感じですね。よしよしよし。外れてフォアボール。先頭バッターフォアボールで出塁します。第9号。ちょっとここはチャンスを広げて上位打線に持っていきたいですね。一塁へ牽制球を送ります。もう一回ここで一塁へ牽制球を送ります。第2球投げました。直球ストライク。
いや、まっすぐ早い。次は1球目、投げました。危ない球。次は5球目、打ちました。あー、やっちゃった。セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー。2アウトランナーなくなりました。バントの方が良かったかな。初球から打った。1塁へ送る、アウト、スリーアウト、チェンジ。やばい、ちょっとこれは。あ、菅野投手、奪三振増えてますね。あ、でもこれはもう大丈夫かな。今、28個差でしたかね。うん。あ、大丈夫でしょう。残り2試合で。多分、今、三振が増えてたってことは、今日投げたんでしょう、菅野投手。だから次回、あ、まあ、ジャイアンツはそっか、まだ残ってますけど。28個ならあと1試合、もし仮に投げたら、多分もう投げないと思うんですけど、仮に先発したとしても28個の三振を取るってのはちょっと、うん、相当考えづらいですからね。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投げた、よし、空振り三振、三者連続三振になりました。すごいな、設楽さん。外れてもカウント1ボール2ストライク。てかスタミナが全然減ってないですね。よっしゃ、これ3回まで両ピッチャーが無安打ピッチング。いや、なかなかこんな試合ないと思うんですけどね。てか設楽さんがこういうピッチングするのは全然いいんですけど、ちょっと打たないと小笠原投手から。もちろん、よっしゃ、出た、設楽さん、このペナント初ヒットですね。よしよしよし、いいバッティングを見せました。この試合初ヒット、両チーム通じて初ヒットですね。バッター強肩のパワー、梅沢、今日の第一打席はスイング。いやー、厳しい。一塁牽制、タッチセーフ。第2球投げました。あー、やばい。バッター、雪国の大砲、北野、シーズン最多本塁打記録をあと3本としています。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。よし、抜けろ。オッケー。ちょっとね、ここ北野さん三投仕掛けようかな。ドギ先制のチャンスを迎えます。40-40まであと1盗塁。もうチャンスが早めに決めたいんですよ。盗塁はもうホームラン打点王争いに集中したい。盗塁を決めて、バッターは5番モモコ。よし、あー、ウエストされたけど、オッケー。これちょっとどうかな、これエラーになってないですよね。ちょっと見ますね。エラーじゃないですよね。よし、盗塁。これで北野さん 40-40 達成ですね。よし、これでもうホームラン打点を終わらせに集中できますからね。で、ここ大園さん打点チャンスですね。今高めまっすぐだったんで、ちょっとどうかなと思ったんですけど、助かりました。第3球を投げました。カウントは2ボール1ストライク。第4球は、いやー、もう次は5球目、カウントは3ボール2ストライク。投球はこれからの9球目。あー、もうこれしょうがないな。よし、オッケー、サイリンゴさん、ナイス。やっと1点入った。ようやく均衡破れる一打。しまった、ドンピシャだった、マジで。うー、抜けない。はい、でもようやくね、ヒットも出て、よし、こうちょっとこれきっかけにちょっと点取っていきたいですね。さあ、設楽さんはいまだに完全試合ペース。すごいですね。
調子が絶好調ってこともあって、このまっすぐがすごいっすね。まっすぐがなんか全然打たれそうな気配ないっすよ、これこのまっすぐ。おっと、あー、フォアボールがしちゃった。最初のバッターボックスは何かが倒れています。さあ次の投球、際どい球、ボール、カウント、ワンボール、ワンストライク、一塁、タッチセーフ。投球は3球目、投げました。よし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 、投げました。危ない球、おっと、一塁へ1つ牽制球を送りました。オッケー、バッターは4番ゲレール。最初のバッターボックスはセカンドボールに倒れています。ゲレール選手はちょっと、あーちょっと警戒すぎかな。あーやばい、ノースリー。ちょっとでもなんか振っそうな雰囲気あるな、ノースリーですけど。おーっと危ない。よし、うまく、オッケー、フォアボールでランナー出しましたけどね。あれあれ、これもしかして、いや、せまさかね、そんなことは。ただ5回までもしノーヒットだとちょっとざわついてきますね、これはね。向井、よし、ちょっとね、さっきここでゲッツーになっちゃったから、これバントでもいいんだよな。バッターは勝利を呼ぶエース山下。ちょっとあんまり大量点取れそうな気配はあんまりないんでね。第9投げた、よし、うーさ、ど真ん中だったので、よし、うまい。あー、堀さん生きられなかったか。さあ、お兄ちゃん頼むよ。あの、設楽さんはこのペナントもですし、前回のペナントもそう、あとはライブ配信とかでエキシビジョンマッチとかね、今まで何回かやってるじゃないですか。それを全部ひっくるめても、あー、ホームランがね、1個もないんですよね、設楽さん。ホームランも1本したいですよね。やっぱりお兄ちゃんがこう優雅にベースを回ってるとこ見たいじゃないですか。あの、さあ、設楽さんはノーヒットピッチングが続いてます。よっしゃ、すごい。あれ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 、まさかね、そんなうまくいくはずない。でもあんまり打たれそうな気配ないっすよね、ピッチング見る感じ。よっしゃ、すごい。あれね、すごいぞこれ本当に。そっか、超スローボールもありますね、設楽さんね。1球も投げてなかったですね。よし、あーちょっと狙ってるところで高くいったなー今のは。さあ、ツーアウトから同点のランナーが出ました。いやー、ちょっともしかしたらもしかするかなって、ちょっとそれぐらいの今日ピッチングでしたけど。いやでもまだね、1安打ですからね、被安打ね。前半が終わりまして1対0、野木にゲームの後半に入ります。バッター去年のパワーヒッター梅沢、今日は三振と。さあ、梅沢さんはホームラン。第2球投げた、決まってストライク。あんまりホームラン打とう打とうって思うとちょっと力むんで、普通に打席に立って普通に操作して。
これで2アウト。ランナーありません。バッター、南九州の秘密兵器、モモコ。今日は少しやばいもう。サードゴロ。一塁送球。アウト。スリーアウトチェンジ。のぎクリーンナップを三者凡退で抑えられてしまいました。ちょっとこれピッチャー変わるかな、どうですかね。あ、変わんない。このスタミナだから変わるかなって思ったんですけど。投げました。インコースからストレート。タイミング合いません。よっしゃー。さあ、お、これは大丈夫でしょう。うん、大丈夫ですね。今のは助かりますね。こうなるとちょっとさっきのビシエド選手の一本結構悔やまれるな。やばい、下だった。ちょっと終盤。いやでもただちょっと1点差だからこれ分かんないっすもんね。全然こんだけいいピッチもしてるとはいえ、もうまた今日は一塁送球。これでワンアウト。ランナーありません。バッター伊藤のサラブレット。与田今はライトフライ。1球目ストライクから打ちました。与田さんがこれちょっと打率が。いやマジ打ちづれーな、岡田さんの投手。ちょっと乃木三者凡退に倒れました。7回の裏ドラゴンズラッキーセブンの攻撃。トップバッターの大谷、今日はショートゴロと三振。よしよしよし。カウントワンボールツーストライク。投げました。うわー惜しい。カウントはツーボールツーストライク。投げました。オッケー。まずは三振に切って。いや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 、本当に設楽さんすごいな今日本当に。投げました。お、ちょっと今のは甘いですけどね。打った。ファール。いや本当になんか打たれそうな気配があんまり。ないですもんね。投げました。低めカウント2ボール2ストライクです。もう一球いきましょうか。投げました。インコース引っ張った。ちょっとフォーク連投したね。ここで投げた。OK 2桁奪三振もいきました。いやこれはちょっと一安打ピッチングっていうのは絶対今までなかっただと思うんですよ。山下さんといえどもこのペナントで多分一番被安打少なかったら何本だろう。多分ね5本ぐらいだと思うんですよね。3はない気がするな、うん、4か5。おっしゃ、堀さんナイス。いやっていうかこうなってくるとあの本当にビシエド選手の1本が。じゃあねちょっともうここ相良さんですね。相良さんシーズン代打ホームラン記録かかってるんで、ちょっとデンちゃんと久保さんもねどっかで出さないといけないんで、ちょっとここ出して、まあ、とりあえずデンちゃんこの後のセカンドで。さ、相良さんはあと1本ですね。チャンスはあと2回しかない。この打席も入れて次の試合とこの試合だけですね。あ、疲れてる。いやヒットだけどな。いやこれも最終戦でホームラン、代打ホームラン出るかですね。まあでも大きいですね。ノーアウトでランナー出たんで。あ、ここでピッチャー帰ってくるか。まあそうですね、スタミナ切れたんで。じゃあちょっと待って、どうせセカンド変えるし、
じゃあもうちょっと外野も多いんで久保さんの休み出しそうかな。あ、ちょっと待って、伊藤投手の、しまったしまった、今なんか自然に反応してしまいましたけど、スライダーがドロップカーブとスプリットか。結構球もね、伊藤投手も速い、まあ速球中心も持ってますね。よし、オッケー、これサードいけるんじゃない？いけますね。よし、さあここからね、どんどん中軸に、ちょっと今日の設楽さんの出来からしたらこれちょっと変えたくないですね、ここはね。うん、うん、よし、 OK。梅沢さん頼む、ここで一本。よし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 。あー、甘いボールだった。まあ、1点入りますけどね。いや、もう今のホームランにしたかったな。いや、でも、ゲーム的には大きい2点目ですね、これはね。そしてこれ北野さんの打点チャンスになりますね。よし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 。うわぁ、やっちまった。うん、なかなかちょっと今日は、じゃあちょっとここで、ベンちゃん出してね、これで久保さんもベンちゃんも全試合出場も継続でいけるんで、あー、2本目打たれたか。いや、でもちょっとここはなんとか切んないと、ここで繋がれたりしたら2点差ですからね。言ってもよし、あ、代打平田選手、いいよ、よし、代打構成で、これでピッチャーもね、次変わりますね。うん、これランナー走ってくるな。長打を打たれたくない。いや、長打じゃないけど、いや、ここは絶対切んないと。まあ、神沢選手は走ってくるってのはちょっと場面的にちょっと考えづらいんで、あー、手出しこない。よっしゃ、いいアウトローのまっすぐ、気持ちいいピッチングですね、これは。祖父江投手ですね。ちょっと大園さん今日ヒットもない。いやー、なんとかここ打ちたいですね。もうランナーはいないんで、もうちょっとホームラン打ちたいな、ここは。打率3割もちょっと大園さんきつくなってくるぞ、ここでもし。ああ、もう
いやーこれはちょっと今日投げた。カウントは2ボールノーストライクです。投げた、打ちました、ショートが右アウト、これで2アウト、ランナーありません。さあちょっとね、与田さんもヒットここで1本欲しいな。これだ、ここで凡打しだとちょっと次の試合で打率3割を切っちゃう可能性が出てきますよね。多分でもここで1本出れば多分その可能性はぐっとね低くなるはずなんですよ。やばい、これ与田さんもう一か八か、あ一か八かっていうかあれだな、ちょっと最終戦も本当に危なくなったら引っ込めるって手もあるかな。じゃあちょっと守備固めしますね。じゃあちょっとマーヤさん行きましょうか。あ、ごめんなさい、あ、いっか、マーヤさんセンターで。さあ設楽さんはちょっとこれ完封狙いましょうか。これはわずかに外れています。カウント1ボール1ストライク。よし、すごい、これはねちょっとね、まだ被安打も3。よし間に合うか。 OK、 これは与田さんナイスプレイ。バッターは4番ゲレール。よし取れるでしょこれ。オッケー、いやーこれした三球すごかったなマジで。いやただちょっと今日打つ方がやばいな、これちょっと最終戦にかなり、まあ唯一良かったのは4040北野さんが達成できたことですね。ただあと、まあ、ちょっとホームラン打点争い、今日北野さん、大園さんともに、どっちとも数字伸びなかったですよね。だから今ホームランは現状北野さんが1本リード、打点は同点というところになりますね。いやなんかねちょっと小笠原投手なんかタイミングが特に序盤合わなかったっすね。いやなんか打ちづらかったな。なんかねこの松村さんのタイムリー、これサークルチェンジだったと思うんですけど、なんかこの時になんかちょっとこうサークルチェンジをねなんとか打てていけるかなって思ったんですけど、なんか引っ掛けちゃいましたね。いやちょっと数字が伸ばせなかったな。はい、ただ今日はもう本当投手戦でしたけど、ちょっと設楽さんがすごかったですね本当に。もうその一言に尽きるな。いやこれでだからちょっといろいろ、そっか梅沢さんの30本かなりきつくなってくるなこれ。4040ってメダルないのかな。なさそうですね。ちょっと一応確認しておきますね。多分40通りいったはずなんですよ。うん、ですね。はい。だからまあメダルはもらってないですけど、4040も達成したということで、まあ、北野さんね、もうこれはすごい記録ですからね。はい。ということで、次回が最終戦になります。じゃあちょっと、ごめんなさい。成績の振り返りで目標に掲げていた個人成績でまだちょっと達成できてないのは、大園さん打率3割、これ次の試合次第ですね。猛打賞とか打てれば行く可能性もありますよね、まだ全然。ただちょっと行かない可能性もある。堀さんの打率4割はこれもう硬いかな。
で、あとは、ヨダさんちょっと次の試合ヒットで打たないと3割切っちゃう可能性ありますね。これね、もしかしたらもう最終戦だから切りそうになったらベンチ引っ込める可能性もありますね。うん。皆さんに相談して、ヨダさんはね、まあ、使い続けてますけど、まあ、さすがにもう最終戦、まあ、なるべく最後まで使いたいんで、でも、ノリノリ状態ってこともあるんでね。うん、なんとかヒット打てるように。ただもう本当に危なくなったらちょっとベンチに引っ込める可能性もあります。はい、であとホームラン打点王争い、これはちょっと今日もう最近だと珍しいんじゃないかな。この2人何も数字が伸びなかったっていうのは、北野さんが1本リードホームラン、打点は同点と。だからもうこれ最終戦で全てが決まるというところになりますね。はい、ということで、もうちょっと本当にね、次で本当に全てが決まるということになります。ちょっと今日ね、なかなか結構最近打つ方、まあ、そこそこ点も取れたりヒットも多かったりだったんですけど、ちょっと今日ね、ちょっと残念でしたけど、まあ、ちょっと次回ですね、なんとか打てるようにね、頑張っていきたいと思います。投手陣に関してはもうほとんどね、狙ってる記録はないので、うん。はい、ということで次回がね、いよいよ最終戦になります。まあね、なんとか、最後の最後までね、しっかりと頑張っていけるようにね、やっていきたいと思います。はい、では今回はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。